おはようございます。ジャスト株式会社代表関根崎です。今回、メモ術の話で、経営なんだけど、メモ術の話で、この間、ちょっとある、勉強会出て、隣にお医者さん座ったんだよね。はい。で、あと、いやだね、お医者さんって、経営者の集まりなんだけど、もう例外なくね、メモ取る。うん。で、よく見ると、80近いようなおじいちゃん来てて、やっぱ経営者なんだけど、やっぱメモ取ってんだよね。はい。ということは、大変経営者とかはメモ取るんだよね。はい。逆に言うと、メモ取らなくなったら現役引退だな。うん。そのおじいちゃんも、メモを取ってるから続けられてんだろうね。はい。で、大概この人の話を図式化して書いちゃう。板書とかそういうのあんまりやらないよね。自分がどう考えるかっていうかね、そこを重視してる。はい。うん。で、横に隣にお医者さんがいて、ちょっとノート術見たら、なんかこう公園だからいろいろものこう出てくるよね、話が。はい。いろいろ。はい。これで後で見返して、これ大丈夫なのかなと思ったんだよね。はい。ああ、僕はね、必ず一つの情報は、こう枠区切ってんだよね。はい。で、こことここを、名前をつけるとすると、ワン情報を、ワンフレーム。はい。一枠、一情報か。そういうのがいいか。テクニック。はい、うん。見たときにね、ごっちゃごっちゃになっちゃうから。うん。こう、フリーハンドでいいから、一つの情報は一つの枠に設ける。はい。そうすると、あとね、日付を、その最初の日、こう、日付書くでしょ。一つ一つに番号つけてくれ、僕はね。そうすると、これは経営のメモだ、これはアイディアのメモだ、これはお客さんからのクレームのメモだ、で、これはなんかお客さんの、なんか予定のメモだとか、うん、全部こう一つのページにこう全く違うようなことがあっても見分けがついてくる、はい、っていうことなんで、できれば裏面は使わない、はい、なぜならば貴重な情報があれば切り抜いちゃう、はい、で、あと過去のやつと集めて、なんかこう論文書くとか、うん、なんかこう考え企画をまとめるとき、このそれを切り抜いて集めるとパッとできちゃったりするので、はい、そこのところですね。これ結構使えますので、すぐ使えますからやってみてください。どうもありがとうございます。ありがとうございました。